はい、皆さんこんにちは、小太郎好きです。ちょっとお風呂上がりなんですけども、今ワルシャワの秋なのでピアノの音が流れてますけど、ショパンピアノコンクールがワルシャワ市内で行われてまして、で今その、コンサート真っ最中で、今 YouTube でライブで視聴しております。今日お話ししたいことは、ポーランド柔道の、ビジネスシステムの、形態をちょっとお話ししたいかなと思ってます。で今日今ちょうど着てきたこの服もクルブジュドレムールってポーランド語で言うんですけど、柔道クラブレムールで、通してもらって、ロゴどっかに貼ろうと思ってますけど、実はオレンジなんですね。でチームカラーオレンジなので、ちょっとオレンジの方の服にもう一回ちょっと着替えてこようと思います。はい、ということで、こんな服なんですけど、ここに、柔道レムール2009って書いてありますね。12年か、もう12年経って、で背中には大きく柔道レムールって入ってるんですけど、この柔道クラブ の業務形態がすごく日本の柔道の人たちにとっては画期的だと思うので、ちょっと紹介したいなと思ってます。まず、一番すごいところはその柔道クラブの、柔道人口が約1000人もしくはそれ以上ということで、その業務形態を詳しく説明していこうと思ってるんですけど、10分ぐらいで喋りたいんですけど、足りるかな10分ぐらいで喋れようと頑張ります。ざっくり言いますと、その1000人中のピアノ1000人中の、多分約900人は子供たち、小さい子供たちを母体に持った柔道クラブです。で柔道クラブって言ってますけど、新しい形の柔道で結構画期的なんですけども、もうほとんど幼稚園の子供たちに柔道着を着せて畳の上で、パズルマットを各学校に、多分十数箇所、学校を兼任していて、その学校の体育館や一教室を借りて、もうその教室に畳を敷き詰めて、廊下でも、なんていうんですかね、踊り場とかそういうところに畳、パズルマットとか畳を敷き詰めて、その畳の上で体育館とかの上で子供たちを楽しませるっていう、ところが、趣旨の子供たち向けの柔道クラブになってます。でそれプラスその小さい子供たちが成長して10年、もう12年間柔道クラブ月日が経ってますから、12年、前の、子供たちがもう大きくなって、今もうカデとかジュニアになってるんですね。でその子供たちが競技レベルになって、今僕がその技術指導を行っているっていう状況です。なんですごくでもポーランドチャンピオンも何人もいますし、ナショナルチームにも入ってる子供たちもたくさんいます。で本当にポーランドに来てこの柔道クラブに出会ったところがすごい僕の幸運なところなんですけど、1000人中、90% がどっちかというと、結構子供たち幼児向けの、もう 10歳とか9歳とか8歳とかの子供たち向けの柔道で、で10歳ぐらいから本格的に柔道の指導、最初からやるんですけど、受け身とか、受け身とか柔道の要素を織り交ぜながら柔道指導を行っている、小さい子どもたちにもっていう行っているっていう状況です。でその遊ばせ方っていうバリエーションがすごくて、で、それが第1のポイントですね。で第2のポイントが、マーケティングと広告の仕方です。
でこれがすごく特徴的で、まあ、ポーランドならではなんじゃないかなって思ってますけど、ポカスって言って、まあ、これポーランド語でポカスって言うんですけども、英語ね、英語で、というのは、まあ、日本語でもパフォーマンスですね。各学校に出向いて、まあ、畳を敷かせてもらう代わりに、まあ、体育の授業でも使っていいですよ。その畳を使っていいですよ。まあ、もしくは使わなくても、その課外の、課外授業で、として、幼稚園とかが終わった時間帯で僕らコーチたちが出向いてそこで柔道教室をしますっていう業務形態です。で、まあその柔道クラブレムールを告知するためのパフォーマンスっていうものを、まあ、大体9月ぐらいに行います。10月から新学期が始まるので、やっと今終わって落ち着いたっていう状況でやっと引っ越しができたんですけども、9月までのところで、まあ、そういうパフォーマンスを行います。でそのパフォーマンスの様子をもうちょっと iPhone で iPhone とか携帯で録画してきたので、ちょっとそれをご覧になっていただきたいなと思います。どうぞ。はい、すごい、すごいですよね。結構トランポリンとか使って、あと、まあ、身体能力の高さを見せる、あと、まあ、実際にそういう、たまに遊んだり、まあ、柔道教室、普通の柔道教室もあるじゃないですか。僕はちっちゃい時もロープで遊んだり、ロープ登ったり、そういうこともしますけど、ロープ引きをしたりして遊んだり、鬼ごっこして遊んだり、まあ、そういうこともしたり、パフォーマンスの中では実際に遊ばせることも多いんですけど、今回は今年、今年度はコロナウイルスのちょっと影響で子供たちと一緒に遊ぶことができなかったんですけど、まあそういうところが、あります。で実際に子供たちにはすごい感動してもらって、で実際コーチたちもちょっと練習するんですよね。トランポリンで宙返りしたり、ちょっとひねったり、でも子供たちももうすでにできるので、そういう身体能力の高さを柔道でアピールして、柔道家になったらこういうこともできるようになるよ、あとまあ護身術として人がアタックしてきた時も自分の身を守れるようになるよとか、危なくその転んでしまった時も受け身を取れるようになるよとか、転んだ時も全然一番安全な方法で転ぶことが受け身を取ることができるようになるよっていう売り出し方をしています。でその告知の方法の一つとしてはそれなんですけども、二つ目の方法があって、それはもう完全にチラシ配りです。学校9月いっぱいの中で9月8月9月いっぱいの中でチラシ配りをして、まあ、9月いっぱいですね。9月1ヶ月間でチラシ配り、あとチラシを、まあ、郵便ポストにパッパッパッって入れていって、その柔道そのすでに何て言うんですかね、柔道教室を受け入れてもらった学校とか、そのスポーツホールの近くの
住宅に、あの住宅の子供たちにチラシを配る、親御さんたちにチラシを配って、こういう柔道教室があるよ、日本人のコーチが指導してるよとか、実際に柔道クラブの講師たち、今僕らのレムールの中では10人ぐらいいるんですかね。でその10人が一人一人自分の場所を受け持って、で決まった曜日でランドリーのクラスが、あるっていう、あのランドリーのクラスを、まあ、まとめて柔道クラブ全体で行う、まあ、日曜日なんか特にそういう、曜日として決まっています。すごい、どうだったでしょうか、あの柔道クラブのそのパフォーマンスの仕方とかマーケティングの仕方とか告知の仕方っていうものが、日本人のあの柔道家の方たちにとってはすごく新鮮なんじゃないかなと思うので、これずっと映ってたんだあの参考になったかなと思います。これから日本柔道界ではどんどんあのプライベートの柔道クラブも増えていくんではないかなって思うので、まあそういうお手伝いをしたいですし、あの柔道普及発展 の一役となれればと思ってるので、こういう動画を今回撮影しました。また、興味深いあのポーランド柔道の内容とか世界柔道の内容とか、あのまた発信していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。ではまた。